ちょっとみんなユニットに気取られすぎて気づいてないんじゃない？今日シンポジだったんですよ。いつの間に覚えたのって思うでしょ。もうマジで頑張ったから、今日だけは自分のこと頑張ったって言ってあげたい。かわいそう今日か。なんかだってスクランブル3日前ぐらいに言われたし、でからの久々のE公演と生誕祭もあって、でシンポジと初ユニットもあって、もう本当にもう大変だったんですよ今日ちゃん。だから今日だけはアピールさせて頑張ったってお願い、許してほしい。かわいい。昨日のきょうちゃんの感じからして、余裕なくて気持ち的に、もうほんまに毎日あわあわしてたんですけど、まあ無事終わったんでもう良かったかなと思います。ミスもない。えらい。褒めて。結婚して。ちょっと頑張りすぎたから無理。でもね、ユニットできて嬉しかったです。すごい楽しかった。お花ありがとう。 あとねこの嵐のために三つ編みにしてみました。もうパヤパヤしてるんですけど、マイクありがとう。だからきょうちゃんにいいことありますように。毎日偉い、偉すぎるよ、きょうちゃんにいいことありますようにって思って、今日も願ってお祈りしてください。まあツイッターにあげる写真選んでます。きょうちゃんにいいことしかありませんように。いやほんまにいいことしか起きたらいけない。通所申し込んだ、嬉しい。じゃあ通所の申し込みすら、もうその告知もしたいのに、もうそれすらできないぐらい大変だった。たくさん覚えるってこと、そうだよ。あさってまでなので本当に来てください。お願い、お願いです。頼みます。ててお腹すいた。ちょっとツイッターの写真2枚にしたいと思います。ユニットも偉いし、連日公演偉いし、全部偉い。やったー。明日はねゆっくり眠れそうなので、ゆっくり眠りたいと思います。辛い時耐えないで、泣けるだけ泣いていいっていう歌詞が好きです。ぼやいても大丈夫。ありがたい。お疲れ、ありがとう、ありがとう。
嵐からの隠れ場所めっちゃね歌詞が好きなんですよ。誰もいなくなっても頑張った、ありがとう。そう、嵐に似合うように三つ編みにしたんだ。そうなんだよ、頑張った。すごい、だからすごい明日も頑張ろうと思ってたので昨日だから今日も頑張れた。今日がね、マジで頑張ったんですよ、実は。てか今日なんか K2 多いっていう話になった時に、あ、そういえばその多いの中に自分も含まれてるんだって思って嬉しくなりました。自分 K2 かって。世界に誰もいなくなっても、ぼしゃぼしゃだよ。今日はあんま長くないですね、11時ぐらいかな。結婚してちょっともう髪の毛パヤパヤだから無理ですね、これ。もう出てきちゃってんの、こうやって。ね、今日ひめたんさん髪色変わってんのみんな知ってる？めっちゃ可愛かったんですけど、なんかめっちゃ何回も話しかけちゃった。髪色変わりましたかって、可愛いですねって言って、また髪色本当に可愛いですねって言って結構何回も喋りかけてしまいました。可愛かった、めっちゃ、めっちゃ綺麗でした。え、そのドビーかわいいよ、ドビーかわいい。
ひょうちゃん髪色、うん、いつかって感じ。でもやりたいなと思う髪色はありましょう。手紙の前にシャーシャーとシャーシャーでしょと思って見てたからね。きょうちゃんね、最近ハリボーが大好きなんですよ。まあこれよりスターミックスが好きなんですけどね。かわいい。今日の歯磨き面白かった？ユニツーきょうちゃん出てきた。慌てて水色を塗った。ああ、ありがとう。すごい、でも今日めっちゃ急遽だったのに、サイリウム振ってくださってる方とかもいて、嬉しかったです。ポテト食べたい気分。昨日悪い噂聞いた。ていうか、すごいユニットのリハ見るのがめっちゃ好きで、今までずっと見てたんですけども、ルーさんの耳ふさぎが可愛すぎてちょっとめっちゃ好きやったんですよ。だからね、今日できて嬉しかった。エスコアのユニットで、でも全部好きやけど流星か嵐すごい好きだなと思ってたから、今日できて嬉しかったです。これ超可愛いから、今日もルーさんのこの耳ふさぎを思い出しながら踊ってました。耳ふさぎでもすごい、なんか自分いつもなんか可愛いユニットをやることが多いから、あ、違う違う違う、かっこいいか、そのプリシャスとか思い出以上とか、そういうかっこいいことが多いから、今日はなんかまたいつもと違ったきょうちゃんを見せれたのじゃないかなって思います。新しいきょうちゃん 見れましたか。見てるくんだよ。
そしてね、わざわざね、イズリンさんが嵐の衣装でたどりしてもらったって聞いてくださって、わざわざね撮ってくださったんですよ。優しい、本当にいろんなジャンルにやっちゃうキョウちゃん天才、嬉しい。めっちゃ可愛い、なんか衣装がまずめっちゃ可愛いし、振りも可愛いし、あとは歌詞もすごい好き、歌詞がめっちゃ好きです。めっちゃいい歌詞だから、すごい思いながら歌ってた。たとえ世界に味方がいなくなってもって思いながら歌ってました。誰もいなくなっても私守るよって、すごい。だからみんながすごいね、あの荒れ狂う波に沈められてるのをちょっと想像してたから、勝手にちょっと客席のみんなのことをね、荒れ狂う波にちょっと連れ込んでしまってた時もあったかもしれないんですけどね。そう、京香は絶対歌詞考えながら歌う派、楽しいけどそれが好きなんよ。わかる。守り抜く、守ってください。そうだから今日かあんま人のこと守らないタイプなんですけどさらっとひどいこと言った。すごい、自分守るタイプなんで、すごいごめんなさいなんですけどね。だからこそ今日はすごい珍しく、もう結構珍しい、こんなことないよと思いながらやってた。たとえ世界に味方が誰もいなくなっても、すごいいい曲でもね、すごい客席の皆さん勝手に荒れ狂う波に連れ去ってしまって申し訳ない。来週の愛知のトーク会買いました、わ嬉しい、いっぱい会おうね。音符、だるま、お花、ありがとう。でもすごいなんかやりきったから達成感がありますね。困難乗り越えたきょうちゃんが偉い。私の女ちげえ。てかシンポジをするのが久々すぎて、久々の感覚でした。わ頑張った、ありがとう、お疲れ、ありがとう。シンポジさ最後にやったん何やと思う？ほんまに今日結構盛りなしで3ヶ月は絶対やってないと、絶対にシンポジしてないですよ最近。制服の目は変わってないし、鉄菜もシンポジなんてしてないし、そう実は今日がもう困難だったりしてるんですよ。エス公園もシンポジやったの、めっちゃあれ最初にやってたから、 S はマジでシンポジやってないで、多分今日で4つ目です。あれあれれれれ、 4ポジ目でした。音符、ハート、ありがとう。だから E とかかな、 E 公園のかな、分からん。それぐらいマジでシンポジやってない。時はルカさんともね一緒に出れて嬉しかったです。愛知のトーク握手全完売、え、そうなん？待って、ほんまにマジで結構人生最大レベル、人生2回目ぐらいに余裕がなくて、すごい全然ね告知もできてなくて、もうそれもほんまにあかんな、嫌だった、悔しかったけど、もう無事ねマジで乗り越えた。これ
よりもっと大変だったことはあれです、なんかめっちゃ最悪な時あったんですよマジどういうことみたいな、一生忘れへんわこの時のこと。今日がこの時のこと一生忘れないからね、絶対に忘れないからね。うわっ思い出した、3日間連続の公演でシンポジウムあるのに、制服の目のテストを全部するみたいな、しかも公演前に、ちょっとほんまにこの時限界やった、えらい今日ちゃんで。今も結構なんか生誕祭すごいビビっちゃって心配で、そう不安だったんですよすごい。だからそれプラスなんかシンポジっていう重圧に結構潰されてて、結構毎日って感じだったんですけど、パッ頑張ったでしょってなってます。ほんまや、全然気づかんかってんけど、ありがとうみんな。え、嘘、だってトーク会さ2個ともさ残ってたくない？握手は1個片方嬉しさけど、え、嘘、嬉しい、ありがとうみんな、いっぱい会えるってことですか、すごい嬉しい、ありがとう、幸せです本当に、マジ嬉しいんだけども。逃げてきてやば、22、23でなんかありがとう、嬉しい、なんかこうやって会いに行きたいって思ってくれることがすごい嬉しい。ということで皆さん、幕張の通常都会はどうですかと。でこれさ絶対ここにリボンつけたら可愛い、もうすごいパヤパヤ、しかもね今日踊ってる時に結構痛かった、結婚して、ちょっと髪の毛がボサボサだから無理です。ストーリー載せさせてください、あとインスタ投稿したい気持ちあります。でもみんなのこと、たとえ世界に味方がいなくなっても守り抜くから、逃げてきて私へ。え、そう、三つ編みは自分に当たるし、ポニーテールは人に当ててしまうらしい。ごめんねー、ごめんなさーい。I'm a dummy, you're shelter from the star. ユニバ誘うとしとみたいよ。え、それどこ情報ですか？ねえねえ、それってどこ情報の何？教えてよ。なんで知ってんの？教科が知らんのに。教えて、それ詳しく聞かせて、その話どこでその情報を手に入れたんですか、どこで言ってたんですか、教えてください。今日がいつでも飛んでいくから、マジ今日がよりふっかるな人おらんって言ってる。ゆきさんのショールームで立ってる、嘘、ショールームしてる、終わってない、ねー会いたいよねー。でもね、今日かね、誘う前にスケジュール NG 立ち消えれた、え、そうなん、諦めないで諦めないで、ダメ、諦めないで、諦めないで、いける、6月忙しいですよね、諦めないでって伝えてください諦めないで、でも行くから、今日ちゃん飛んでいくから、諦めないでって言ってください、本当にお願いお願い。レッスンがなくなった日に行こうとしたみたい、ほんまに言ってる、嬉しい、でも行きたい、それなくなっちゃったら悲しい、そうなん？言ってよ、レッスンがなくなった日？なんそれ、
じゃあいい子にして待っとく今日か。いい子にしとくな。じゃあいい子にしとくからお願い、また誘ってください思いながらいい子にしとく。え、さ、今日の歯磨き動画めっちゃ面白くない？今日がね、ここだけの話、アンズと2人で歯磨きしてる動画よく撮るんですよ。トーク会とかでホテル泊まってる時に、夜歯磨きして寝る時にすっぴんでマジでネズミみたいな顔してさ、2人で歯磨きしてる動画よく撮るんよ。それ再現してみた、面白いでしょ。めっちゃかわいい。てててててて、じゃあ、この写真めっちゃかわいい。写真送ったで、ゆきさんにもらったのも使った、今日。から今日はね、京花の今日一日京花が頑張れたのはおしりんさんとゆきさんのおかげなんですよ。わ、これかわいい。ゆずりんさんが撮ってくださった写真全部かわいい。結婚してちょっと髪の毛がボサボサだから無理です。ねえ、悔しい。そんなん今日かいつでも行けるから、また誘ってくださいって言っといてください。ほんまに本気で、本気、今日が本気っぽいって言っといてください今日が本気らしいですよってお願い、お願い、結婚して。だからもう悲しいから無理。サイリームありがとう。てか今日が元気になった。やったね。でもすごい いろいろ思い悩んでたから、すごい開放感が今やばいです。サイリームありがとう。京ちゃんにできないことなんてないっていうことですね。京ちゃん元気そうだなと思ってた。元気です、すごい元気になりました、無事。サイリームありがとう。そうだから、まあ、すごい最近調子悪かった考えすぎかな。でもそうなんですよ、それぐらい実はきょうちゃんもすごい手こずってんだよって話ですよ。本当に全然簡単にやってないんだからな誰に言ってんねんって感じ。ネイル見せていいよ、もうやめるけど。通称とかちった嬉しい。いっぱい喋ろう、あ、じゃない、いっぱい写真撮ろうで、いっぱい喋ろう。通称とね、結構喋れるんですよ。ここだけの話、京花がいっぱい喋りかけるからです。え、だけどちょっとさちょっと言いたいことがある。京花が喋りかけてるのにみんなすごい背中向け、一人で喋ってる、いつもすごい今日か思ったより喋るから、結構みんなギリギリまで粘ってみてください。いっぱい喋れます、喋ったもん勝ちですよ。淡々、これなんて読むかちょっとこなしてるイメージそう見えるのかもしれないけど、実は結構手こずってるんですから今日かだって。そう簡単にやってると思われるところがすごい悔しいところではあるんですけど、まあきょうちゃん頑張ってるからいいかすごっ、マジで。もうね、そう分かってくれる人が一人でもいたらそれでいいんだよって思ってるよ。今日かもアイドルをするのは2年生3年生だから、みんなと同じように不器用なんだよ本当は。
優しい。去年ミキさん言ってた。え、そう、すごいミキさん言ってくださってた。去年の生誕の時嬉しかったの。もう本当にそう思ってくれる人が一人でもいるだけでいいよって思いました。結婚してちょっと今感動的なんで無理ですね。わかる、あのすごい、あのめっちゃ前、あの京香とくるみが公演ずっと出てた時にすごい千佳子さんがすごい僕は知っているのかしすごい言ってくださったことがありました。そんなこともありました。すごい京香とくるみでってなったんですけど、すごい優しい言葉をかけてくれました。簡単にやってると思ってないよ。優しい優しい。結婚してたから今感動的やから無理やって。あとありがとう。でもその努力は人にはない。じゃあね、今日もお休みメールの時間がやってきちゃったよ。お休みメール送りたいと思います。もうほんまになんか全てのモヤモヤが解けてめっちゃ今開放的。普通に今日終わった瞬間泣きそうになった。普通にうわーできたーと思って、まあ泣かなかったんですけどね。きょうちゃんがどれだけ頑張ってたのか伝わった。優しいな。金曜日の公演、お時間がない公演待ってるくんだよ。でもゆきさんがいないんですよ、悲しい。じゃあ1週間近く会えへんってこと。きょうちゃんそんな無理。プー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 。今日もおつきょうちゃん、おしりさんはいるよ、嬉しいですね。そうだね、そうですよね。今日もね、お誕生日おめでとうって言ってもらいました。誕生日3日目って感じ。嬉しい、毎日言ってほしい。だって6月は毎日がバースデーでしょ。今日がまだ飲酒してないですよ。すごい今日なんか誰かに聞かれてまだですよって言って、だってそんな暇なかったなもんって思いながら喋ってたそんな暇ないですよって思ってた初めての飲酒何飲んだ？ちなみに お尻さん推しのお友達きょうちゃんが慕ってくれて、登ってくれて、こんなの漢字読めない。お尻さん入れてあげて、お尻さんも一緒に、そうしよう3日公演ありお疲れありがとうくんです。ビール
なんかもっとなんかいじってなんか可愛らしいのでお願いします。可愛い系でシャンパンとかどうですか。すごい3日もめっちゃ不安やったし、もう昨日とかめっちゃ緊張した。生誕祭ってこんなに緊張するんやと思って、なんか去年は初めてであんまり何も分かってなかったから、あんま分からずにやってたから、どんなもんかなとか言って初めての生誕祭はどんなもんかなとか言って言ってたから、ちょっとあんま分かってなかった。すごい緊張したかな、緊張したかどうかも覚えてないんですけど、なんか昨日はすごいなんか変に緊張しちゃってドキドキしてたし、今日も緊張してた。どんなもんなのか生誕祭ってとか言って来てみました。てかね、生誕グッズやっともらってきました。全然なかった。今回の可愛くてお気に入りくんです。でもほんまに昨日すごい幸せやったなってめっちゃ思ってた。ずっとキョウさんの足跡こっちに書いてるやつ、福沢ゆきち、あれの表紙あれ可愛すぎ、あれめっちゃ可愛いねんけど、あの画像欲しい、あの画像欲しいんだけど、めっちゃ可愛い、本気でください。てかあれ欲しい、今日か余ってないんですか、ください。絶対予備とかないんですか、あのパンフレットと、あとみんながなんかおめでとうって言ってあげてくれた紙欲しいです。ください、お願いお願い、ちょうだい、欲しい、ください、お願いお願いです。誰か聞いてますか、今やばいっちゃ、今見た、やばい、キョウちゃんあれ欲しいって言ってる、あれ欲しいって言って、今日があれ欲しいって言って、カチ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 ってしてますか、もしかして今整体院の方、くれるならください。じゃあみんなは一個持っといて、方がもしかしたら持ってんじゃないのと思って、持って写真がめっちゃお気に入り、あのミラーボールをバックに踊ってるキョウちゃんが超可愛い、メッセージカードと一緒に、あ、そういうことかな、じゃあ楽しみに待って、ほんまにください、本気で欲しい、やれお願い、欲しいって言ってる、結婚してお腹空いたから無理かな。そう、 E-K2S 出ました、えらい。で今週はまだ始まったばっかりで、明日休んで、その次3日また公演なんですよね。月鉄なる制服の目です。制服の目久々すぎてドキドキする、ドキドキする、ストーリーに載せたい、これだからね、今週6回公演でね、すごくない？今日か研究生の時なんか意味わからんぐらい公演出てたんですけども、今もかあのそれでも1週間単位で数えると週に5回がマックスやったんですよ、多分そこうやったけど、今週1週間のうち7日あるうちの6日間劇場にいるんですけど、普通にアルバムと一緒に届くんじゃないかな、楽しみにしてる。そう、あのまずミラーボールに羽生えてるのがめっちゃ可愛いし、あのそのミラーボールの上で踊ってるキョウちゃんも可愛い。僕は知っているでも聞いて頑張っていこう。結婚できたら永遠に楽しい人生生活が送れるんだろうな、キョウちゃんと結婚できたらね、多分幸せになれると思うから、もしね結婚したいって方から
始めた方が手っ取り早いと思うから、あの愛のホログラムのね通信お花ありがとう。俺シャーシャンと結婚する、いやほんまに今日シャーシャンと結婚すること決めたからごめんそういうつもりなんやったらごめん。俺がいただくコンですよ。電子レンジ使えるコンだよ。それはさ使えるよ電子レンジ使えへんかったら一人暮らし成り立たへん。冷凍庫と電子レンジがあったら生きていけるから。幕張実際幕張行ったらお腹空いてるから無理って言われさ、分からんよさ、たまにはおいいよが出る可能性だってあるからな、分からんよ。ハートありがとう一生養う。いや今日かねシャーシャンを幸せにしたいって思った。お米炊いたことない炊飯器持ってないからな。ここだけの話、今日かの可愛い写真欲しいですか。欲しい。 OK。 でも自撮りは Twitter に載せたからたどり載せようかな。欲しいですよね。じゃあストーリー載せます。ストーリーストーリー、これかこれかこれ、ちょっとかわいいけどこれか、これちょっと微妙やめと。これいいね、これいらない。シンポジーユニット偉い、お疲れ様、ありがとう、頑張った、偉い、ポン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 。鍋でお米炊いたことないな。えでもね今日がねめっちゃ前バーバと土鍋でご飯炊くのハマってた。バーバん家行きたい。きょうちゃんになら大変な目に遭わされてもいいかもしれん。わかる、推しメンにはさそういう気持ちになれるような、わかるその気持ち。だけど今日の大変はガチで大変やからやめといた方がいいと思う。シアターの女神ぶりにケイツ推しになったけど、あの時のメンバーで残ったのゆきさんだけど、すごい。これからのケイツもずっと好きでいてね。マイクありがとうございます。ちょっとちょっとやっとてかさ、なんか白ご飯食べたいねんけど、めっちゃ炊きたての。だから自分が悪いんですけど、そのでも一人暮らしの人って絶対炊飯器買わんくない、絶対いらんもんだって。白ご飯あんま食べへん人絶対いらんやん、だから持ってないんですよ。だけどめっちゃ猛烈に炊きたての白ご飯食べたくなるから、そういう時にえーってなるから気をつけた方がいい。ショールームイベントキョウちゃんが参加するってなって超嬉しかった。え、そう言ってもらえて嬉しい。5キロってどれぐらい。え、でもねめっちゃ炊きたての白ご飯食べたい。え、みんな炊飯器持ってるかな、一人暮らしの人って。気になる、今度聞こうみんなに炊飯器持ってますかって。絶対持ってないと思うけどな、キョウちゃんは。いる炊飯器。炊飯器ない、テレビもない、車もない、テレビもねえ、車もねえみたいな、炊飯器もねえ、ソファーもねえ、食器もねえ、もう何もない、えマジ。え、だってさチンのやつでいけるくない。もない、コップもない、今日が洗い物が嫌いだから、あれなんです。
たてのご飯が一番美味しいなって思う。これですよ。かわいい、シャシャン会いたい。違う、これシャシャンにもらったんだよ。やばくないこれ。セン、もっと呪文覚えたい。今日か魔法使いになりたいからさ、魔法もっと覚えたいねんな。スネイプ先生の杖スタイリッシュでかっこいい。アブラカタブラって言ってたのはボルデモート、ボルデモートかな。でもさ、あのスネイプ先生ってちょっと癖強くない、呪文のなんかアクスパラダスパラダスみたいな。え、これ分かる人おらん？ちょ、もう一回真似するな。なんか、あ、そうです。バラバス。これです。なんかちょっと笑いそうになっちゃう。先生、ちょっと学校つけとる。かわいい。天才だから仕方ない。え、天才なんスネープ先生って。え、なんかそう、すごいなんか、あ、そうバラバス。バラバス。みたいな。これよく言ってるイメージです。なんてって言いたくなるやつ。来年の生誕祭空飛んでそう。ワンチャンあるよ今日かなら。たとえ世界に味方が誰もいなくなっても、そう、ずっとスンってしててかわいい。なんか動じひんよな、物おじしないところがかわいい。大好きなスネイプ先生の杖かわいい。シャー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 。ん？ハリーの魔法がスネイプ先生に通じなかったのはスネイプ先生が作った魔法だったから。え、すごっ、魔法作れんの？それはすごいわ、それはすごい、それはすごい。結婚して、だから結婚するには仲良くならないと分かるよ、まずは。だからそのために幕張のツーショット来てください。ダメかな、ストーリー載せさせてほしい。で次の壁じゃきょうちゃん動くよね、おもろすぎ。動きます、ちなみに言うと、ちなみに言うと動きます。次ほんまにさ、強化の壁車動いてる可能性ありうる。こうやってこうやって動いて、また来たのね言ってるかもよ。マクゴナガル教頭氏、いやーマクゴナガルかっこいい。あの最後の方のやつがめっちゃかっこよかった。しかもお茶目で可愛かった。そう、このなんかあのなんだっけ、あの軍隊みたいな、出てこーいみたいな魔法言って、これ私言ってみたかったんですよね、おほみたいなところが可愛かった。壁車動かしたいな、無理かな確かに動いてそう今日か、確かに今日かが動いてるやつ動画みたいになって遊びに行って、ヨアンズって言ってそうやし、いいからやらせてほしい、お願い。
動画とかにすね、動画とかパネルとか置いて、で教科がこうやってすごく喋るね、気をつけなさいよって言ってちょっとビビらしてみるとか。え、そう、結構洋風だからいけそうやけどな。え、てかね、教科で劇場についにハリーポッター見つけました。劇場にハリーポッター見とると思って一回見てほしい。あ、なんか何かの時思ってんな。何の時やろ。めっちゃハリーポッターだなと思って、あれめっちゃお気に入りポイント、この毎日のように劇場にいるきょうちゃんの劇場のおすすめお気に入りポイント、その1、壁車が動く。今は動きません、米印。2つ目、旗がグリフィンドール。カーテンが揺れたら透明マントかぶったハリーが通ったと思った。それめっちゃ楽しいやん、やば。ていうかもそう思う。劇場の爆漏れスポット、あのステージ上はあの下袖の一番後ろのあの縦長のライトの前で、裏は黒いカーテンの前か廊下のところがキョウちゃんのお気に入りスポット。でも今悩んでるねん。ぼやいても大丈夫。今日楽しくていっぱい喋ってる。なんかこれも微妙やな。そう、ドビー、ドビねえ、悩む。なんかついた。
外とさ三つ編み好きな人結構多くない？どんな風に乗せるかめっちゃ悩んでる。そう、ストーリーなんですけどね。悩む悩みすぎる。どう思う？みんな。そう、載せたいのいっぱいあんねん。そう、ミラノ風船超可愛かった昨日の。悩むな本当に。これどっちにするか悩む。悩んでる子です、今すごく。これいいんだよな。悩む。お腹すいた。
悩む悩みすぎなのではと思っております。三つ編みかわいいでしょ、お気に入りです。うん、4枚にしよっかな。やってる？すごいもうポケポケになっちゃったけど、ドビーの髪型は結構難しい、厳しい戦いにはなってくるな。すごくストーリーに頭悩ませてる。ドビマジで悩む、助けてみんな、助けてくれる？もしよかったら助けてくれたりしますか？ほんまにちょっとほんまになんか決まらんくて困ってる。いい感じのねレイアウトがなかなかできないんですよ。ちょっと自分4枚はキモいしな、ちょっとキモいわ助けてって言ってるやん、なんで助けてくれないの。やっぱ2枚がちょうどいい。これともう決める、これにしてみる。うん、違うっぽい。これとこれとか、ちょっと待ってほしい。そう、今日ユニットやったんですよ。ユニットやったんですよ。アーカイブぜひ見てください、めっちゃお気に入り、ずっとやりたかったので。いつの間に覚えたでしょ、すごいでしょだから頑張ったんです、きょうちゃん。
これここにしようと。未来へと急いでも。やばい、謎にフライミーが頭から離れ、やってないのに。はい、オッケー。ストーリー載せた。10分も悩んでたらしい京花。ほんとに京花ってやつは困ったもんだぜ。にゃー、なんか嬉しいからいっぱい写真載せといた。3枚載せた。かわいい。シャシャかわいい。結婚結婚。私たちをどれだけ夢中にさせたら気が済むのってくらいかっこいい。嬉しい。サタン、何サタンって何、サタンの日ですか。そうじゃない。何サタンって何。今月からモバメ撮り始めて楽しんでる。ありがとう。ちょっともっとね送ります。ごめんね、ちょっとこの3日間だけは許してほしい。いや本当に時間がない子でした。毎日毎日時間がってなってたから許してほしい。ほんま多い目で見てほしい。なんかすごい可愛すぎる。嬉しい。これは本当にイズリンさんのおかげです。なんかちょっと心の中でわたどりしてほしかったなと思って、同期なんかその時いなかったからまあ仕方ないとか思ってたら、すごいわざわざ聞いてくださって、たどりしたって聞いてくださって、してないですって言ったら撮ってくださったんですよ。優しくて泣けてくるぜ。ストーリー可愛かった。10分悩んだんでいっぱい見てください。トレード当たらなかったくん、それはブチギレくんやわ。モバメ最強ちゃん、嬉しいな。大事な仕事頑張って、もうかましてきて、ほんまブチかましてきてほしい。可愛いでしょ本当に。イズリンさんありがとうございますの気持ちです。それにしても歯磨き面白いな。マジでおもろい。これ何ちょっと乗せてから恥ずかしくなったわ。未来へと急いでも。みゆさんがご飯ついててくれて、優しい。みゆさんに会いたいよ。みゆさんはほんまに優しすぎるんですよ。どうやったらあんな心優しい人に育つのか聞いてみたいですね、本気で。歯磨きかわいい。よかった。他にやりたいユニットは流星、あでもエクスプロージョンも大好き。流星エクスプロージョン、キャピンありがとうって。そんなことないですよ、本気で。優しい。みゆさん本当に優しい。なんか優しい人が多すぎる周りに。
自分も優しい人になりたい。え、君江さんと写真撮りました。嬉しい。あの君江さんの流星が本気で大好きなんですよ。言ったことあるっけ。今日本気で君江さんの流星世界一好きなのよ。結構誰にも負けへん自信あります。あの好きポイントがあって、ここのアイソレがめっちゃかっこよくて、ここがめっちゃ好きなんです。あとなんかこういうのちょっとあんま分かんないですけど、こういうところの動きもめっちゃ好きです。本気で優しくて可愛くてダンスかっこよくて完璧です。君江さんかわいい、かわいい。一緒に写真撮れました。嬉しい限りです。ここが好きなんです君江さん。めっちゃかっこいいから、ぜひ生で見た方がいいと思います。そう、衣装もすごいかわいい。すごい今 SKE めっちゃ配信してるやん。あずちゃんだ、すごい。あずちゃんこの配信、この時間も配信できるなんて、おっとな。つぼみもやりたい。あやさんが配信でキョッピーだからできるんじゃなくて裏で乗るがすごい。え、なんでそんな優しいんですかみんな。優しい、泣けるってばよ。そんなこと言われたらさ、優しい。まあそうやって見てくれてる人はいますよねっていう思いで頑張りました。今日でショールーム半年目です。え、嘘、何日目ですか。ちなみにあい、わかんない。丸に。なかった可能性あるんですけど、そう、ゴンちゃんのプリシャス飲んだんですよ、シャーシャンと。あれ、シャーシャンと、シャーシャンと飲んだっす。なんとシャーシャンがご馳走してくださいました。生誕祭の前日だから、これ飲んでプリシャスモチベーイエイイエイって感じで。マウント取ってた今。え、気づかんかった、ごめん。ごめんね。シャーシャーファンに嫌われる。僕嫌われる、こんなことしてたら。かわいい、本当に大好き。ドヤ顔しちゃった。はからずしもいいでしょう。こうやってマウント取り合うのが楽しいですよね。あ、そう、あと誕生日当日のこともあげたい。あんずちゃんがね、ハッピーサプライズしてくれた。ありがとう、あんずちゃん。本当にあんずちゃんはほんまに京香がピンチの時に誰よりも味方になってくれるし、おかしいことがあった時になんか京香と同じぐらいおかしいだろうとね言ってくれるし、優しいよほんまに。あんずちゃんは素敵。今日かもこんな人になりたいと思う日々ですよ。なんか周りの人見ててさ、すごいいい人多すぎて、あ、自分もこうなりたいなって毎日思いながら生きてる。悲しい。今日ちゃんもいい人になりたい。
てかさ、嵐ってさ、一人ずつこうチャッて出てくるやんか。あれさ、3番目に今日が出てきた時びっくりしましたか。ちなみに言うと、現地におるか定点で見てないとわからんと思うんだけど、でんでてんてんてんハピショッピーが してたんですけど、でこれ歩いてる時にニヤニヤしてた。みんなびっくりしてるだろうなと思いながら。緊張した。だけどすごいかっこいいユニットやってるイメージがあるけど、こういうののなんかこのかわいい感じの曲の顔もできるようになったんだって思ったってね、すごい非常の方に言ってもらえて嬉しかったです。成長そうだから衣装に合わせて三つ編みにしてもらった。てかさ、11時までって言ってたのにさ、もう11時47分です。早くないかと。早くないか。え、なんか載せようとした。あ、ストーク会のことだけ言って、おやすみし、おやすみししたいと思います。ツーショット来てね、あんた。お願い、お願いだよ、心からのお願いだよ。みんな気づかんうちにみんな会う約束してくれてたなんて。今日か知らん。でもちょっと髪型のレパートリーなくなってきてて困って。321はってやれるし。来てください。指つりそう、気をつけて。でも今日ハッピーキャンプを見送りの時ずっとしてたらめっちゃ指つりそうになってなりました。ミスター一旦消します。なんでかというと、ワニすごやりた。意外とダメなんですよ、教会外見てると。意外とダメっぽいんで気をつけてください。本当に3日間頑張った。生誕祭もあったのに。
でもシンポジというワードが久々すぎてワクワクしました。ワクワクするぜ。ヨッピーメール、え、見せて。昨日シャンシャンの配信見た、キョウちゃんの話してた。見れてた。だからね、本当に何にもする余裕がなくて何にもできなかったんだ。結構身を削って頑張りました。ビシッ。嬉しい。聞いた信じてないけれど見えてさっきツイートしてきます。え、絶対に見る。じゃあ今日本当は11時に終わる予定やったんですよ。なのにもう12時になるんでもうやめます。ごめんけど、ごめんけどもう終わります。今日いっぱい頑張ったからもう終わります。これももうほどきます、残念ながら。じゃあ3日間本当にありがとうございました。改めて生誕祭の話とかもね、まだまだいっぱいしたいし、そのいっぱい話したいから待っててください。とりあえず今日頑張ったんで褒めてください。時間ない中エゴサバッチリしてくれたら、そう、それはするそれはする。あ、ほどいちゃった、残念くんだ。じゃあありがとうございました、本当に皆さん。あ、幕張来てください。そう、改めてね、愛知気づいたら握手と会う約束をしてくれたことが私は嬉しいです。みんなよかったら幕張もツーショット来てくれたら嬉しいです。あと2日とかしかないので。すごい巻き髪みたいになってる。名古屋行こうと思ったら完売したから、次のシングル、え、待ってるよ、また喋ろうね。こんな感じです。全完売おめでとう、ありがとうかわいい、ありがとう。じゃあこの辺で終わりたいと思います。ランキング見ます。13位、いやー、12位アンドハロー、11位マリナス、10位ケンゾウ、9位フクフクハー、8位カトちゃん、7位吉宗、6位リニア、5位千葉のこうちゃん、4位猫鍋、3位ワッチ、2位ウェモン、1位ハルでした。ありがとうございました。じゃあぜひアーカイブ見て寝てください。おやすみなさい。